皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津にあります東洋高校さんの留学説明会のお知らせをします。東洋高校さんの留学プログラム、キャッチフレーズは世界に通用する日本人を育てる留学プログラム、このようになっています。この留学の説明会、11月の3日の火曜日、祝日、文化の日ですね。この日に行われます。時間は13時から、受付は12時30分からになっています。会場は東洋高校さんではないので、ここは気をつけてください。沼津駅北口にありますプラザベルディのコンベンションホールの A、 ここで行われます。対象は小学生以上とその保護者になっていました。で、内容的には留学の費用どのくらいかかるのか、それから留学先、どんなところに留学するのか、そして留学する意義、何のために留学をするのか、留学中の生活、留学先ではどんな風に暮らしているのか、どんな勉強をするのか、そして留学後の進路ですね。多分このあたりが一番心配なんじゃないでしょうかね。ここの部分も詳しく説明していただきます。とにかく留学に関するあらゆる質問に答えてくれる、そういう説明会だそうです。申し込みは東洋高校さんのホームページからできますので、そちらからお願いします。今回は東洋高校さんの留学説明会、このお知らせをしました。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。